答えるかな。明日今日よりも好きになれる、溢れる思いが止まらない。今もこんなに好きでいるのに言葉にできない。君のくれた日々が積み重なり、過ぎ去った日々二人歩いた奇跡、僕らの出会いがもし偶然ならば、運命ならば君に巡り会えた、それって奇跡。二人寄り添って歩いて、とある愛を形にして、いつまでも君の横で笑ってたくて、ありがとうや、ああ愛してるじゃん。まだ足りないけど、せめて言わせて、幸せレスト。いつも君の右の手のひらを、ただ僕の左の手のひらがそっと包んでく、それだけでただ愛を感じていた。日々の中で小さな幸せ見つけ重ね、ゆっくり歩いた奇跡。僕らの出会いは大きな世界で、小さな出来事を巡り合えた、それって奇跡。うまくいかない日だって、二人でいれば晴れだって、強がりや寂しさも忘れられるから、僕は君なら僕でいれるから、だからいつもそばにいて、愛しい君へ駆け合った帰り道、それも大切な僕らの日々。思いを届けと伝えた時に、初めて見せた表情の君、少し間が空いて君がうなずいて、僕らの心満たされてく愛で、僕らまだ旅の途中で、またこれから先も何十年続いていけるような未来へ。まだだまだだった。例えばほら、明日を見失いそうに僕らなったとしても、二人寄り添って歩いて、とある愛を形にして、いつまでも君の横で笑ってたくて、ありがとうや、ああ愛してるじゃん。まだ足りないけど、せめて言わせて、幸せレスト。うまくいかない日だって、二人でいれば晴れだって、喜びや悲しみも全て分け合える、君がいるから生きていけるから、だからいつもそばにいてよ、愛しい君へ。最後の一秒まで、明日今日より笑顔になれる、君がいるだけでそう思えるから、何十年何百年何千に時を越えよう、君を愛してる。どういうことやな。